なかなか人気がありましてね、あちこちで歌わせてもらってます。大体このよっちゃんの仕事と粉石鹸を続けて歌うことが多いんですよ。そしたらこの間、そのさっき言ってました看護学校でよっちゃんの仕事を歌った後に他の歌を歌おうかなと思ったら学生たちがこんな石鹸歌い出してくれまして、そんなちょっと嬉しいエピソードもあります。もしよろしければ一緒に歌っていただくと嬉しいです。粉石鹸どうぞ。台車に積んで運びます。